サウンド360チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。音かきりのコーナーです。今日は私50代が紹介したいと思います。その一曲がこちらです。 Somebody Stole My Girl。 聞いたことありますよね。そう、吉本新喜劇のテーマ曲です。オリジナルテーマと思われている方も多いと思いますが、実は違うんです。この曲調を聞きますと、それとれピチピチカニ料理とかのなにわのモーツァルト、木田太郎さんが作ったんじゃないかと思われる方もおられると思いますが、違うんです。実はこの曲、アメリカの作曲家レオウッドさんが1918年に作曲したジャズ曲なんです。普通著作権といいますと、死後50年でその著作権権利はなくなるんです。だからこの曲は使っていいのかと思いきや、ちょっとダメなんです。それはB.W. ハントさんという方がこれを編曲したのを吉本新喜劇のテーマ曲として使っているからなんです。本当懐かしいですね。私は昭和42年生まれなんですが、私が小学校から帰ると、その頃は土曜日も昼まで授業があったんですよね。そして土曜日、昼に家帰るともうこれがついてるんです。ほんわかほんわほんわか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 ほんとね。この頃といえば花木京さんや岡八郎さん、本当にチャーリー浜さん、もう亡くなられた方すごい多いんですけど、もう本当に楽しく、なんかいつも一緒のようなことやってるんですけど、なんか子供ながらいつも笑ってた記憶があります。この時代、西では昼、吉本新喜劇が本当にもう本当毎回見てましたね。昼は吉本新喜劇、土曜日の昼は西では吉本新喜劇、そして東では晩の8時だよ全員集合。8時だよ、懐かしいですね。ちなみに8時だよ全員集合のテーマ曲、えんやこれよちょっとやったらどうだよとか、皆さんが登場してくる曲とかはザ・ドリフターズさんの持ち曲だそうです。またヒゲのテーマ曲やババンババンバンバンなんかドリフターズさんもすごく流行りましたね。やっぱり音楽で耳について残っているというのが多いんじゃないでしょうか。ここからは私の主見です。その吉本新喜劇が昼間にありまして、並行して8時だよ全員集合がザーッと来てありまして、1980年代ぐらいでしたかね、ここで漫才ブームというのが起きるんです。この漫才ブームはまた凄まじかったです。面白かったです。西野康清をはじめ、新助龍介、 B&B、 ザ・ボンチ、三郎四郎、今行くよ来るよ、春安子稽古、東ではセントルイス、ツービート、なんせもこの時はもう本当に漫才番組がすごい視聴率を取ってました。もうこれが楽しみで楽しみで仕方なかったです。その漫才ブームの中でザ・ボンチさん、ものすごく人気がありました。このザ・ボンチさんの曲、この恋のブリッジシート、そう、これがなぜかものすごく流行りました。ザ・ベスト10に登場し、本当に漫才みたいな曲だったんです。この作曲者が力春夫さん、いろんな CM 曲などを手掛ける力さんが作った曲なんです。だから耳に残る、なんかすごくいい感じになったのかも分かりません。覚えてますか？A 地点から B 地点まで、なんかなんかよくわからないあれなんですけど、あの頃はみんなつぶやいてた曲です。そして誕生したのが俺たち賞金です。たけしさん、さんまさん、たけちゃんも懐かしいですよね。さまざまなコーナーがありました。このように音楽とバラエティ番組、漫才とか全て重なっているんです。音楽は文化です。笑いも文化です。今日は吉本新喜劇のテーマについて語らせていただきました。
今日ご紹介した曲を概要欄に貼っておりますので皆さん聴いてみてください。昭和の香り満載です。それでは今日はこの辺で音かじりのコーナーでした。次回私は80年代前半になぜかブームが起きた突っ張りブーム、横浜ピンバイファミリーについて語らせていただきたいと思います。それではさようなら、音かじりでした。